おはようございます。今日は新たなゲストに来ていただきました、米原さくらちゃんとももちゃんです。皆さん多分インスタでも見たことあると思いますが、なんと2人は双子です。双子のゴルファーということで面白いなと思って今回お呼びしました。はい、ありがとうございます。ゴルフは大好きですか？ゴルフ大好きな双子です、はい、大好きです。大好きです。そっくりだよね。似てますか？まあそういう感じになりますよね、やっぱ双子なんでね。はい、で今日は楽しくね、18ホールいろんなこと聞きながらやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。80台目指して頑張りますね。はい、お願いします。お願いします。おお、ナイスショー。まっすぐですね。腹ちょっと想像以上だね。うまい。ナイス、頑張ります。私はお願いします。お願いします。今日はさくらに勝つように頑張ります。なるほど、頑張りましょう。はい、お願いします。お願いします。多分ね。あ、跳ねた。あ、帰ってきた。帰ってきた。よかった。大丈夫です。あ、カートドロムで戻ってきた。戻ってきた。大丈夫、大丈夫。緊張しました。これでもやっぱあれね、パワフルね。緊張した。まあ、二人の簡単なプロフィールを紹介しますと、さくらさん。はい。は、とにかくゴルフを愛する双子だと。はい。インスタをそのまま読んでみますかね。で、年間150試合ほどのスクランブル競技を運営、はいはい、ゴルフライフに仕事を務めてるんですよね。はい、はい、すごいですね。150試合どうですか、運営、150試合の運営は。そうですね、でももう3日、2日に1回とか試合あるんで結構それ大変ですけど、まあ、いつもは事務的な仕事なんで、毎日組み合わせひたすら作って皆様の、皆様ご参加してる。まあなんかいろいろね、事務作業もいっぱいあるしね、はい、組み合わせ作ったり、なんだりかんだりやってる感じですね。はい、で、ももちゃん、はい、サラリーマン。サラリーマンです。サラリーマンって書いてある。一般の平日サラリーマン。で、休日ゴルファー。はい。で、元サッカー部。そうです。もう休日しかゴルフできないです。なるほどね。まあ今日も休日ということで、はい、普通の、いつも通りな感じでゴルフをね、ありがとうございます。楽しんでいきましょう。はい、上に出して。ちょっとやっぱり夏になって木がもっさりしてきちゃったからね。いいですね、ふかふかでね、ふかふかでね。じゃあ5番ウッドでバンカーの手前ぐらい狙っていきたいと思います。はい、おお、ナイス。あ、バンカーの手前。あ、いいよ、言った通り。ナイスショー、ありがとうございます。今日はね、2人じゃないですね、お姉さんのさくらさんがやってるゴルフライフ、このスクランブルゴルフについてちょっとね聞いていきたいと思いますんで、お願いします。お願いします。まずスクランブルゴルフのってまず何ですかっていうとこからなんですけど、まあ知ってる人は知ってるけど、まあ、知らない人もたくさんいると思うんで、スクランブルゴルフって何ですか？スクランブルゴルフは基本ティーショット、まあ、2人か4人でチーム戦かダブルス戦があるんですけど、ティーショット打っていただいて、でみんなの中でいいボールを選んでいただいて、そこからまた2人か4人でホールアウトまでしてもらうっていう形になります。そんな中でいいボールを取ってって競い合う、はい、っていう楽しい競技ですね。そうですね、もういつもより全然いいスコア出ますから。そうだよね、わかる。上手くなった気分になっちゃう。わかる。そうですね。自分活躍してないのになんかいいじゃん。
いいよいいよ、出た出た、やばいやばいやばい、大丈夫大丈夫。うん、うまいよ、ナイスオン、重いよ。バーディーチャンス。おはよう。おはようバーディー。おはよう。おはようバーディー。あ、これ切れちゃう全然。あら、まあ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 。そんな切れちゃいますか。うわ、惜しい。魅力って何だと思いますか、スクランブルゴルフの。僕はやっぱりチーム戦、ダブルス戦になるんで、うんうん、のチームで頑張っていいスコア取れた時、喜び2倍になりますよね。そうね。ショックも2倍になりますね。ショックも2倍だけど、なんで2人もいるのにっていうのがあるけどね。喜びも倍だと、はい、はい、ですね。そんなスクランブルゴルフですが、はい、実は私と純ちゃんもリングゴルフ始めた当初に出ております。まあ、ちょっといろいろあって失格になったんだけど。まあ今じゃ笑い話なんだけど、でも本当に楽しくて、なんかあんなに盛り上がることって本当ないゴルフで、っていうかそのゴルフ場でさ、ずっと2人でハイタッチしたりとかさ、ダーとかやったりとかってさ、1人だとあんまないけど、本当2人だから噛み合った時はやばいよね。超嬉しいですね。本当に楽しかった。今ゴルフライスさん今年2019年こんだけやってるんですよ。9個ね、はい、やってるんですよね。こんなね、いろんな種類やってて、男女もありますし、女子だけ男子だけのもありますし、まあ、夫婦があったりとか、そんな感じでたくさん試合をやっていて、なんと7月2日の2019年日本スクランブルゴルフ選手権にリサ・ジュンペアで出てもらいます。さあ、2人が普段仲いいんでね、絡むことを期待していますが、どんなことになることやらって。7月2日に出るんで、まだまだ募集はね、はい、他の会場もやってますもん、ね、そうですね、他の会場も森林はいっぱいなんですけど、ね、森林はね、ちょっとね、まだまだ試合たくさん、ぜひ皆さんもちょっとチェックしてみてください。マンゴーマスのペンで、うん、いいかな、ね、はい、じゃあバンカーとバンカーの間もらって、はい、暴風だ。そうね。暴風で泣いちゃいます。めっちゃ狭いわ。ゆっくり開いてたね。お、ナイスショー。いいね。おー、フェアウェイ。クランブルにゴルフ出た時の話をちょっと聞いていきたいと思います。はいはい、2人も出たことあるんですよね。ありますね。ダブルス戦に。どうでした、はい、いやー。楽しかったね。めちゃ楽しかったのめっちゃ楽しかったですけど、もう OB したら2人目も OB。 それきついね。それめっちゃ悲しかったです。1人バンカーだと次もまたバンカー。あー、じゃあお互いに悪いところ一緒、いいとこ一緒だったってこと。まあ、前半いい感じでお互いよく来てて、うんうん、3オーバーで、うん、インコーススタートでインのなんか3位ぐらいには入ってたんでね。それでもこれはいけると思って、お昼ご飯、ね、むしゃむしゃ食べすぎて、食べすぎて切れちゃった、切れちゃいました。さあもう後半 OBOB、 あっちは打っちゃダメだよって言って言っちゃうんだよね。あとプレッシャーかかっちゃうからね、1人が打っちゃうとね。そうなんだよね。悲しかったね。じゃあまたリベンジですね。リベンジですね。はい、今年は出るんですか？今年も出たいんですけどね。なかなか予定が。予定が合わず。70。ピッチングでいきます。はい。お、うまい。うまいよ、今。顎も気にならず。ちょっと気になりますね、この声。ナイス。ありがとうございます。
ナイス。これもいいんじゃない？でも若干でもね、もう奥よりは。あの、はい、ちょっと気になったんですけど、はい、ゴルフが好きでゴルフライフに入ったのか、たまたまゴルフライフに働いててゴルフが好きになったのか、いやどっちですか？ゴルフが大好きすぎて、仕事も、はい、もう1年目は2人の同じ会社だったんです。そうなの？卒業して一緒に働いてて、はい、不動産全然関係ない、不動産に不動産屋さんに行って、で1年ちょっと経って2人で同じ日に辞めて、もうゴルフがしたいってなるほど、そこにではできなかったんだ、はい、全然それはダメだね。でも絶対次はゴルフの仕事しようと思って探してたんですけど、そこでゴルフライフ知って、うん、あ、もうここだ。なるほどね。ももちゃんは、はい、IT に、 IT 業界に行こうと。なるほど。で、2人は今ゴルフもできて仕事もできると。もう充実の日々ですね。充実の日々、はい、いいことです。お、うまい。いい感じになってきた。おー、入るの？入るよ。おーしー、ナイス、ナイスパワーだね。お姉ちゃんバーディー狙って、お、いいんじゃない？来たんじゃない？やっぱそこも双子。そこも双子。同じことをする。え、結構こういうの見れるのかなと思ったけど、やっぱ見れるんですよ。2人を同じ失敗してしまいました。あれ見てたのに。ぜひ皆さんもね、あの、楽しんでスクランブルゴルフぜひ、あの、挑戦してほしいなと思います。私もね、元気になったら何かしらまたスクランブルね、本当にリベンジしたかったですもん、今年も。本来はだけど、今年はね、リサちゃん、ジュンちゃんにちょっとやってもらって、どこまでいけるのかちょっと楽しみですね、まあ、予選でちょっとね、2人の実力を見せつけて、その後どういう展開にねなっていくのか楽しみだなと思います。ぜひ皆さんも応援してください。応援してください。はーい。てなわけで、ここからは普通のラウンド動画に移りたいと思います。はい、はい。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日、まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で、8月17日、ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山の、ね、絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で、後半の会場も追加されております。私、地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。